久保さん、アンチリメイクさんへの動画、ちゃんと保存してるんで。あれ、10年後とかに公開したら面白いですよね。逆に。10年後用に。10年後をやるっていう前提ですけどね。まあ多分10年後もこの,このやりとりやってるでしょうね。そう、うん。まあね、さっきね、ちょっとブログ書いてたんですけど、 続ける勇気。続ける勇気にしましょうか。まあ、このネットビジネスで続けられない人って、まあ,あ、不安だと思うんですよ、すごく。まあ、僕もそうだったんですけど、あの、まあ、素直にやったとしても、すぐ結果出るわけじゃないんですよ。なんか、一日、初めて知ってね、今日やってね、いきなり報酬発生するっていうのはなかなかないんですよ。まあ、セルフバックとかはちょっと別ですけど、 あのまあなかなかね報酬は発生しないですよ。でもリアルだと、まあ新人でもね、アルバイト初日、タイムカード押したらね、給料発生するじゃないですか。<laughs> だかそこがもう本当に大きな違いで、だからその、このままやってても大丈夫なのかなっていうところが、やっぱそこに不安に押しつぶされちゃうんですよね。うん。だからまあ、 逆に言うと、多くの人はその不安に押し潰されるので、まあやってたら勝てるなっていうのは、まあ答えですね、うん。ネットビジネスの答えがあるとするならば、あの、稼げるとかじゃなくて、あの、みんな辞めていくのでライバルがいなくなるっていうね。<laughs> そう。もちろんその中、続けていく中でね、考えてやっていくとあったりで、創意工夫するとか、なんかいろいろそれは必要なんだけども、 まあ本当にある程度続ければ、まあ勝てるよっていう。うん。久保さんもまあ8年やってますけど、まあ僕も10、も7年ぐらいですか正確に言うともう17年ぐらいですけど。<laughs> ずっとやってますもん。<laughs> 本当に。<laughs> ずっとやってきてずっと見てきて思うのが、まあみんないなくなるなっていうところなんで。うん。まあアンチの方もいなくなるし、そう結局は。うん。 そうまあとにかくいなくなりますね。とにかくいなくなる。うん。だからまあ、もうベースとして、もう100%続けるっていうのは、うん、まあマインドセットというか、まあ、もしやるんだったら、うん、絶対続けるっていうのは、うん、なんか、ベースとしてあった方がいいですね。絶対続けるっていう。うん、途中でその、止めない。 っていうのはね、すげえ大事ですね。うん。休止期間はあったとしてもね、全部やめるっていうね、そう、与沢の流儀がね、発動されましたからね、新与沢の流儀みたいな。与沢さんまだやんな、やるんだ、みたいな。与沢さんやるんだ、まだっていうね。<laughs> そうなのか、みたいな。でもまあ、稼いでる人は、まあ、何かしら続けてますよ。 少なくても、ネットビジネスで稼げなかったとしても、あなたはね、会社で働くっていうことを続けるでしょ <laughs> そうじゃないですか。何かしら続けてますよ。何かしら、うん。で、続けなく、続けなくても良くなった人っていうのは、ある程度上がった人っすよね。もうお金を稼がなくても良くなった人。その中での一部の人は、別に、あの、続けなくてもいいっていう選択をしてね。 あのなんかあー、自由にやってると思いますよ。ただあの、なんだ、まあ、ヒカキンさんを事例に言うならば、もう、もはやもう、多分上がり、人生の上がりぐらいの収入は、もう、貯金はあると思うんですけど、続けてるじゃないですか。だかそれがもうその、お金はあるんだけども、あのもう、 楽しい、他にそのしゅなんだ、それをやっていることが楽しいみたいな感じで、あの続ける。だから、この億万長者合宿も、もう商品の販売終わってんだけど、続けられるじゃないですか。まあ、すごくシンプルに、久保さんが送られてくるから送り返すって、負けず嫌いとかね、まあ、いろんな要素はあるんですけど、まあ、単純に、その、なんだろうな、お金以外のところがあるから続けられるんですよ、これは。うん、でもみんな、その、なんだ、うん、 そうじゃないですよね、うん、お金のところでも動けないしお金以外のところでも動けないどっちでも動けないっていうね <laughs> 結局無理やんみたいなねうんそうだからまあ続けるっていうことが大事ですねただまあ一つ事実を言うんだったらまああのねそのうち公開しますけどね10年後か分かんないですけど <laughs> アンチリメイクさん宛ての <laughs> <laughs> 少なくても動画アップロードした瞬間にバットを押すことをずっと続けていて <laughs> まあ人生は変わんないですねもしそれで人生変わってなんか収入が変わってね、あのー、自由な生活できるんだったら僕もやるかもしれないですねなんか非課金の動画がアップロードされた瞬間バットを押すとなんか100億円稼げるみたいなね <laughs> やるかもしれないですね <laughs> もしかしたら <laughs> まあやらんか まあやらんかもしんないですけど、まあ、やるメリットはありますよね。バッと押すだけで100億稼げるんだったら <laughs>。そう。まあ、仮想通貨よりいいですよね。まあ、押せばいいだけじゃないですか、そんな。<laughs> ね、うん。だから、なんだろうなうーん。自分の背中を押すのは自分だよ。自分の背中を押すのは自分だよっていう。最終的には。 自分の人生を歩くのも自分だし、そう。他人のあだこうだ、他人のなんかあだこうだ言ってても自分の人生は何も押されないですよ。うん。こういいんじゃないですか。言ってらっしゃい。